さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。はい、今日のラインナップはこちらです。さあまずは本郷児童館で行われましたエコ袋作りの模様を、はい、そしてもう一つ稲荷会館で行われました第41回国富町合同金婚式の模様をお伝えします。はい、まずはこちらです。エコ袋でラッピングを楽しもうと題した工作教室が本郷児童館で行われ、親子6組が参加しました。これは子育て交流広場の一環として今回初めて開かれました。エコ袋とかをオリジナルで作ったりすることで話のきっかけになったり、お母さんたちとのつながりのきっかけになったりするっていうこともあるかなと思って計画しました。材料は英字新聞と折り紙。浜綱さんに手順を教えてもらいながら早速チャレンジです。エコ袋作りは折る場所やのり付けの位置が難しく、参加者は初め苦戦をしていましたが、お互いに協力しながら作っていきました。その後は好きな折り紙を使ってラッピングです。折り紙をギザギザに切って工夫したものや英字新聞のデザインをそのまま生かしたものなど、それぞれ満足のいくエコ袋を完成させました。小さい子供がいるとなかなかこういう工作とかできないので、遊ばせながらできるっていうのがとても助かってます。先生がすごく丁寧に教えてくれたので、とても分かりやすくできたと思います。ものすごく楽しかったです。おしゃれで手作りなんだけどきちんとできたところが嬉しかったです。子育ての話などをしながら楽しく過ごした工作教室、お母さん同士の交流を深めるイベントになったようですね。国富町の敬老事業の一環として第41回国富町合同金婚式が稲荷会館で開かれました。式には昭和38年に結婚し、今年結婚50周年を迎えた国富町在住の夫婦41組が出席しました。はじめに祝詞奏上や玉串奉天などの神事が執り行われ、金婚者の健康と長寿を祈願しました。川野俊美国富町長の挨拶では、高度経済成長期やバブル経済の崩壊といった激動の50年を歩んできた夫婦へ敬意とお祝いの言葉が述べられました。その後、金婚者代表の尾形俊明、栄夫妻へ祝い状と記念品が贈られました。長い50年でした。もう、ね、それこそ迷惑ばっかりかけてきました。我慢の繰り返しと思います。喧嘩ばっかりして、なんとか50年来たと思いますが、まあその結果が今ですね。心配しながらなんとか今日まで来れました。ありがとうございます。自分が一生懸命やることじゃないでしょうかね。年取ると病気ばっかり続いてきますけど、まあ元気で頑張っていきたいと思います。式典の後、祝いの料理に舌鼓を打ちながら、共に歩んだ半世紀の思い出話に花を咲かせた金婚者の皆さん、どうぞ末永くお幸せに。はい、2本お送りしました。まずは、はい、エコ袋、ね、はい、どうですかこれ、うん、同じ女性として、うん、あの英字新聞でなくっても、うん、あの包装紙とか使ってね、またエコ袋作ってもいいかなと思いましたね。うん、ね、アイディアもらいましたね。そうですね、そうですね、そうですよ、いいですよ、いいですよ、そうですよね。やっぱああいった取り組みというのは、うん、地域で例えばママ友が増えるとか、そうです、うん、そういったのがすごく大きいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱそれを手作りで作るっていうことも素晴らしいんでしょうけれども、うん、やっぱりそこでコミュニティでね、いろんなことを話すということも大事ですからね。悩みを打ち明けたりできますね。そう、近くでおしゃべりできる人がいるというのは、やっぱ人生の楽しみ、喜びの一つですよ、うん、ね、はい、今回子育て交流広場の一環として初めて開かれたということなんですけれども、うん、まあ、これからどんどん会を重ねて、また参加する人も増えていったらいいんじゃないのかなと思いますよね。会を始めようっていう人が僕は偉いなと本当思いますね、はい、言い出しっぺがね、うん、はい、そして、金婚式国富町の皆さん、はい、50周年、すごい50年、
ね、ずっと一緒に連れ添ってね、いろいろあると思いますけれども ね、ちなみに75周年になるとこれダイヤモンド婚を目指していただきたいですけどもね、そんな、金婚式、ね、迎えられた皆さんにですね、まあ、いろんな夫婦円満の秘訣なんかもお伺いしているみたいなんですが、我慢という意見もあった。なるほど、これはもう納得かもしれません。やっぱりよく言いますよ、結婚が長い方ほど我慢とかね、学びますね。結婚まだ1年目なんでね、本当先輩方に学びますよ、ね、はい、なんかあのヒットアンダーウェイみたいなね、ボクシングで言う、あ、打って引くみたいな、ちょっとよく分かんない、ずっとアウェイアウェイアウェイみたいな、あ、お互い離れたままぐる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 リングを回るみたいなね、まあ夫婦それぞれの絶妙な距離感これが大切かもしれませんね、はい、以上わがまちレポートのコーナーでした。さあ CM の後は月曜音楽館です。続く家の秘訣はスタンダーウェイ、そうです、50年の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。